お、あ、そういうことね。そういうことね。パチパチ。はい。さあ、お、すげえ。なんかお誕生日会みたい。昨日誕生日だった。おお、そういうのが。え、本当に？本当に。嘘、ごめん。大丈夫。まあそうしましょう。みんなでやったで。あそう、肺活量だいぶ弱ってるけどね。でも、僕ら消せるでしょ。でも、おっさん6人でこれ増やね。いや誕生日のまさきがやったら。あ、そうか、まさきさん。そうしようか。つい最近誕生日だったまさきさんが。いいっすか。はい、すまお願いします。ポイントマイナスだったのに。大丈夫。ほんで、先消しちゃったり。まさきさん、じゃあ、可愛い顔で。可愛い顔で。キス顔でね。カメラ目線で。はい。何重にもなってる。箱の中に箱が多いじゃん。すごい。あーすごい。見せていただけると。いや、これはやばいよ。わー顔どういう感じだろう。いや、すごい。驚いてます。はい、皆さんのお祝いのために。マジっすか。うちの YouTube、今日で終わりですね。ねえ。今までありがとうございました。今まで稼いだもん全部超えたちょっとね。いや、もう本当足りないっすね。足りないの、ね、すごいじゃん。たくさんのご好意、今までありがとうございました。ということで、今日で最終回なんで、適当も飲んじゃって。これじゃあ、まずパーティーして。パーティー、じゃあパーティー用に開けたいんですけど、開けるの得意な人、開け慣れてる人います？いきます、せーの。おー、おいいですか。ああ、そっか、じゃあこれはカナコ色。そうですね、カナコカラーって言っていいんですけど。おお、何これ、光る、見える見える、みんな光ったよ、見える、何これ、見えない、ほらちょっと、なんかエロくない、あの、変なとこにお金かけすぎじゃないですか。青入れてみて。いただきます。え、ちょっとこれ一回電気消そう、みんなで電気消そう、なんかライトプールみたい。おお、すごい、何これ、すごいすごい、かっこよすぎるんだよ、ね、すごいんだけど、何これ、ちょっと中途半端な色合いにして写真撮りたい、そこのみんなじゃあこれくらいで乾杯やと。じゃあ誰の乾杯でいきます。やっぱセイちゃんですよ。セイちゃん、じゃあ、はい、お願いします。乾杯。じゃあみんなおめでとう。イエーイ、乾杯、乾杯、乾杯、いただきます。みんな二十歳以上です。うん、あうん、うまい、全然わかんない、うまい気がする、なんかわかんない、あいこ無理してない、大人の味する、大人の味、まだちょっと残ってます。どうですか皆さん、ピン丼の感想は。うん、なんか、うん、うまいんだけど、ね、もうなんかあれですね、うん、その大人のそのいわゆる違い、あ、確かに、が違いか、よくわかる、なんかこれ一杯いくらだろうとか考えてさすがデジタル、飲ませがいのないやつ、ね、いや、ほんとそう思う。おい、今日で終わりなんだよ、最終回だぞ。これいくらすんの、この1本で。いくらするんですか。1人5000円。1人5000円。やべえな。
で3万円とか4万円とか。マジか。じゃあやっぱさ、これ一杯さ、ね、3000円ぐらいしてんじゃない。する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 。これ一人もう一杯ずつぐらいいけない。2秒で飲んじゃった。ねえ、お金の話ばっかりやめて。もう今日で終わりだから、この回も。あ、そうか。できた。なんで？いやもうちょっと去年、うん、おかまったりダメだった。アップで何それ。いやおかわりしようがない。てか早くじゃあなんかいいけどさ、これ雑菌カルピス、こんな雑菌カルピス見たことあるもうこれさ、だから嫌だったね。ケンちゃん、アイコン今見て会話するよ。ちょっと待って、ケンちゃん行くよ、うん、今日ね、うん、動画にするのよこれ、うん、あ、どうやってんだ。そう、だからね、ケンちゃん、うん、いい感じの終わり方をいくつの話をしたいの。うん、わ、うん、かる、うん、ぶち壊すな、ほんとに。わかる、大丈夫、OK。 最近ベロンベロンなお言ってないから、ちゃんとだからベロンベロンなお言っちゃダメでしょ、あれは。ダメになったら、そう、あなたが言っていいんですか。いや、ベロンベロンなおに大爆笑。いや、ちょっと笑わせに行ってんのか。でもさ、優勝チーム2チーム出してもらおうよ、これは。あ、1チームは今ね、ちょうどスタッフがね、話振ったんですよ。あ、すいません、聞いてなかったと思いますけど。ぶち壊すんだよ。朝ピンとかぶってるから。あ、ちょっとね、1回じゃもうミータンマーボーみたいな。なんで死んじゃったの、あったのに。だからさ、そっち割と余裕ある割に、こっち余裕ね。じゃあはい、じゃあこっち。もうすげえさ、バランスを考えつつやんなきゃいけない。すごいクレーム始めた、急になんか。いやいや、ずっとそこにいたのに。確かにね。なんかさ、どうしたの？なんか急にバランスとか見出して。俺いつもバランスだ。バランス大事だよね。マージャンはなんで乗ってあげんの。そういうとこだぞ。いやでもまあやっぱね、結局あんな感じだけど、ケンはめっちゃいいやつなんですよ。説得力ねえか。説得力ないかもしれない。麻雀は強いね。うん、いや、まあ、まあ、麻雀は強いし、いいやつではないし。いいやつないんだ。ただ、あの全部否定されるの。いいやつではないよ、俺は。そうです。でも正直なやつ。いや、そう。そう、正直なやつ。姉ちゃん、カメラあっちだから。そう。正直な。理屈、整合性とか理屈はもう、絶対最優先しようと思っていて、いい人っていうのは誰かにとってのいい人、そうだね、誰かにとっての悪い人っていろいろあるから、そうだそうだ、その関係ない、とにかく、いや関係はある、いろんな人を好かれたい、いろんな人を好かれたいけど、とにかく、とにかく整合性だけは一番大事にしたい、理屈だけは一番大事にしたい。いや、じゃあちょっと言い方間違えた、俺はケンをめちゃめちゃ信用できる、嘘がない、うん、そこが一番いいところだと思います。それだったら認めてくれる、うん、いや、だから嘘ついちゃうんだよ、ね、なんでなんで全部言ったんだよ、俺。いやもうそれはマザーに関してはないでしょ。マザーに関しては嘘ですから、つく嘘は、そう、しょうもない嘘でしょ。そう、なんかいつも、うん、どうでもいいような、なんかマザーに関しては嘘はつかない、ね、マザーに関しては絶対嘘はつかない。ケンちゃん、頭直して。いや、この方が可愛いから、ね、いや、無造作にも程があるぐらい無造作。 50% になってるからね、今、酔っ払い度合いが。いやいや、マスターすげえぞ、直す。これで 50% か。大変ですか。それは 50%、はい、最高編のいい話をね、いいところを皆さんに知ってもらおうということで、一番最近入った朝倉さん、はい、何かありますか。よっよし、宴会乗りだな。まあまあ、まあ最高位戦の一番いいところは、まあ、僕もその入る時にやっぱり麻雀感っていうので、まあ、の最高位戦に入ったんですけれども、やっぱりその麻雀に対してとにかく純粋で、まあ、のもう会員の、まあ、もうほぼ全員が多分その麻雀で勝つためにより良い選択をっていうことを純粋に追求し続けようとしてると。で、まあ、その麻雀以外のところでは、まあ、こうやってお酒飲んだりとか楽しくみんな仲良くやってっていう、まあ、そのね、すごい麻雀バカにとって居心地がいいところです。い
いいこと言ったじゃん、今。なんであやこそんな、あれみたいな顔してんの。最高数がほぼ全てがあって。だってでも。いや、まあ、ほぼ全てそう。まあまあ、だと信じたい。まあ、ほぼってあえてつけたの。そうだよね。まあまあ。いや、だから、その、ほら、いるじゃないですか、うちにはミスター最高位が。飯田さん。そうなんです。飯田正人さんは、常に言ってたんですよ。飯田さん、ミスター最高位って呼ばれてた。ごめん、じゃあミスター最高位が忘れて。俺もちょっとやってから。でも、衛星だから。まあね。うん、衛星最高位といえば、例えば、いやそれは言えばしたクイズ終わっちゃった。そう、違う、クイズのつもりじゃなくて、今ね、ワードで出たんですよ、麻雀バク、うん、これね、俺ね、ちょっと泣いちゃうかもしれないけど言っていいですか、うん、初めて最高位決定戦の、初めてっていうか最後の、飯田さんの最後の決定戦が35期、ね、僕一緒だったんです、渡部で、そう、高橋か、その時に、飯田さんにね、もう本当にこれはちゃんと言われた言葉なんですけど、中身もう誰が本当の麻雀バカか決めようぜみたいな言われたの。泣くっしょこれ。いやそれは泣きます、ね、泣くよね。もう本当にあーもうこの人と一緒の団体でよかったなと思ったんですよね。これちゃんといい話でしょ、うん、さあ今回は駅伝のメンバー集まりましたけれども、いろんな裏話も含めてありがとうございました。ありがとうございました。すごい素敵な団体ですね。そうでしょ、そうでしょ。さあ、ということで今回も動画ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価期待できますか。高評価よろしくお願いします。ツイッターもフォローしてください。では皆さん、またお会いしましょう。さよなら。はい、視聴者の方々の中からコメントをいっぱいくださった方とかね、ツイッターでいっぱい書いてくれた方の中から抽選でなんとこの6人のサインが入った駅伝の優勝のね、この歓喜のシーンの写真を、1名様ですか、1名様ですか、本当にもうちょっとないの、いいの、1名様にプレゼントいたしますので、どん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 コメントをお寄せください。よろしくお願いいたします。